吉山明超影響3年8月20日は、室町時代前、中期の臨済州の画僧、淡路国綱軍物部省出身。聖来寺で出家後、臨済州暗黒寺に入り、東福寺英明門派大道一位の門下で画法を学んだ。その後、大道一位につき従い東福寺に入る。周囲からは、前奏として、行為の位を望まれたが、画を好む。 名朝はこれを拒絶して、初の寺院専属の画家として大成した。作風は、北宋の李流眠りや、現代の仏画を下敷きにしつつ、輪郭線の形態の面白さを強調し、後の日本海東に大きな影響を与えた。第四代将軍、足利義持からもその画法を愛されている。宋としての位は、修正、仏弦の管理を務める伝説の位にあったので、 超伝子と称された。1431年、死去。去年80。東福寺には、聖一国師像や、四十祖像、観山修徳図、十六羅漢図、大根槃図など、多くの著名作品がある。東福寺の仏画工房は、以前から影響力を持っていたが、民情以後は、東福寺系以外の寺院からも注文が来るようになり、全集系仏画の中心的存在となった。 工房は民情没後も、弟子たちによって受け継がれ、民長画風も、他派の寺院にも広まって、室町時代の仏画の大きな流れとなってゆく。弟子に、霊、彩り、赤足子など。経遠小畜図ウィーキメディアコモンズには、吉山明町に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。